造船疑国とは、第二次世界大戦後の日本における、計画造船における、利子軽減のための、外交船建造利子補給法制定請願をめぐる、増収愛事件。1954年1月に強制捜査が開始された。政界、財界、官僚の被疑者多数が逮捕され、当時の吉田茂内閣が倒れる発端となった、事件の一つ。 自由党副幹事長辞任の日、記者団に、自らの無実を訴える有田次郎、東京地検特捜部による、海運、造船業界幹部の逮捕から始まった捜査は、政界、官僚に及び、捜査主任検事の河井慎太郎による、大野万木の取り調べから始まり有田次郎ら、国会議員4名の逮捕などを経て、さらに発展する気配を見せた。1954年4月20日、 検察庁は、当時与党自由党幹事長であった佐藤栄作を第三者収賄罪容疑により逮捕する方針を決定した。しかし、翌4月21日、犬会県法務大臣は、重要法案の審議中を理由に検察庁法第14条による指揮権を発動し、佐藤東介検事総長に逮捕中止と任意捜査を指示し、直後に大臣を辞任した。 公認の加藤良五郎は国会閉会直前の6月9日に4月21日の交渉指示は国会閉会とともに自然消滅すると佐藤検事総長に通知している。検察は贈賄側が保釈されていることで収賄罪の容疑を裏付けることは困難として国会閉会後に佐藤幹事長の逮捕をすることはなかった。4月23日には 参議院本会議で指揮権発動に関する内閣警告決議が可決された。衆議院は9月6日に決算委員会を開いて承認関門を行い、佐藤健事総長は指揮権発動で捜査に支障が出たと証言。また、衆議院は吉田を承認関門議決をするも、吉田は公務多忙や病気を理由に拒否。その後、衆議院は拒否自由が不十分として、 議員証言法違反で吉田を告発するも不起訴処分となった。逮捕者は71人に上り、35人が起訴された。疑獄の中心部分に関わったのは23人であり、7人が無罪、12人が執行猶予不の懲役刑、2人が罰金刑を受けた。自由党への金の流れについては、佐藤英作と自由党会計責任者が後に、 政治資金規制法違反で在宅起訴されたが国際連合加盟4社で免訴となった。1954年9月6日衆議院に承認関門され野党の追及を受ける佐藤健次総長本来は起訴する権限を独占している検察官を選挙による民主主義を基盤とする内閣の一員である法務大臣がチェックする仕組みとして考えられていた指揮権が 佐藤など一部の政治家を救うための手段に利用されてしまったため、制度の政治的正当性が完全に失われてしまい、日本の民主主義にとって停滞失敗になったとする意見がある。逮捕こそ免れたものの後の総理大臣の佐藤に逮捕状が出されたことで、政界が検察に党派介入したものとして敗戦後の日本政治史の一大汚点と考えられた。 造船疑惑による指揮権発動問題が起こったことで政治が検察に関心を持つことさえもタブー視する状況につながったと言われている。一方で、その後の関係者の資料によって、検察内部で証拠の評価などをめぐって、捜査方針の対立があり、強硬に捜査を進めていた特捜部の方針を危惧した検察幹部が、政界に対して指揮権発動によって、 強制捜査を中止させる案を内々に持ちかけたことが明らかになっている。当時、検察の捜査は行き詰まっていた。造船業界から自由党へ金が渡っていたのは、間違いないが政治献金があったという事実しか出てきておらず、増収愛の立件は難しかった。捜査主任の河井慎太郎検事が強引に捜査を進めていた状況であった。佐藤栄作日記によると、 佐藤栄作は当初は指揮権発動をなかなか行わない犬会法省を罷免にして新法省に指揮権を発動させるよう吉田首相に要求していたという。後に犬会は文芸春秋1960年5月号に指揮権発動によりホーム、検察幹部をのきなみ隕石辞任させ、 一中の男を検事総長に据えようという防政事家と検察幹部の思惑があったとする手記を寄せている。逮捕延期の指揮権発動の発案者は誰かをめぐって論争になり、一時期は岸本義弘最高検事長検事が有力とされたが、その後では岸本説に否定的見解が示されるようになった。渡辺文幸は佐藤達夫法政局長官が、 式権発動の初アンだとしている。1954年3月26日、社会党の中田義雄がこの問題の追求時に、今5つの、ごせる接待方法がある。飲ませる、食わせる、威ばらせる、握らせる、抱かせるであるが、と発言し、一部で流行を動かした。1954年、NHK ラジオ番組、ユーモア劇場で、ミキトリローラトリローグループにより、 造船義国に対する辛辣な風刺コントが放送された。これに佐藤栄作が激怒し、同年6月に同番組は打ち切りとなった。官報号外第19回国会参議院本会議録第38号参議院会議録1954年4月23日官報号外第19回国会衆議院決算委員会会議録 第44号衆議院会議6954年9月6日、中西照正、子供の政治が国を滅ぼす、文芸春秋第87巻第6号、文芸春秋、2009年5月、P118、2009年5月31日、閲覧。渡辺文幸、指揮権発動、造船議国と戦後検察の確立、田原総一郎公式メールマガジン2014.5、 27号、佐藤栄作、佐藤栄作日記第一巻、伊藤隆朝日新聞出版。ISBN 9兆7840億2257万1410。2009年6月14日閲覧。読売新聞社会部、ドキュメント検察官、揺れ動く、正義中央公論新社、中高新書、初版、P135。 ISBN 9兆7841億2101万86562009年7月19日閲覧朝日新聞社編66新聞語辞典特集明治大正昭和の新語 P530 ミキトリロ回想録二上段音楽スケルツオ P515 平凡社。ありがとうございます